三井不動産レジデンシャル株式会社は三井不動産グループの住宅分譲会社である。2013年には新築分譲マンションの事業種別供給個数ランキングで初めて首位となった首都圏1位、近畿圏5位、超高層マンション、または400個以上の大規模物件。東京都新宿区西新宿にある重稽天神社では境内のうち、 約2523平方メートルに定期借地権を設定させ分譲マンションを707平方メートルに自ら賃貸マンションを作り、境内を2444平方メートルに狭めて、社殿、本殿、三州殿、社務所、洋廃所、神楽殿、新横、末社、長寿社を全面改築する計画を立て、2009年7月に公表された。 三井不動産レジデンシャルは当初からこの計画に加わり、設定した定期借地権上に27階建て179個の分譲マンションを建築することになった。しかし、同年10月16日に、宇治子、地元住民は開発中止を求める連勝を偶司に提出し、説明会の開催を求めるなど、この計画には発表当初から地元の反対があった。 しかし、従前から、宇治子との協調を図ろうとしない偶児は、これに応じていない。結果として、三井不動産レジデンシャルは、宇治子や地元住民の反対の中で事業を進めようとしている。当該の土地は、面している駆動の福音が6メートルと狭いにも、かかわらず、高さ92.79メートル27階建てで、あり、すぐ近くに同社が建築中の、 パークラックス西新宿が福院の広い税務所通りに面しているけれども高さ39.8メートル13階建てである点、また近隣の建物と比しても高いなど周囲とのバランスを欠くことが指摘されている。2011年8月8日と9月30日に開かれた東京都中高層建築物の建築にかかる紛争の予防と調整に関する条例並びに 新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会は該当区域内住民への周知不徹底で成立しないなどのために留解しているこのプロジェクトは2014年4月に完工している三井不動産レジデンシャルが事業主であるマンションのパークシティなら横浜の建設工事で 食い打ちの施行を行った朝日火星建材が地盤調査をせず、虚偽データを使って工事をしていたことが発覚し、藤林清高三井不動産レジデンシャル社長が住民説明会に出席し陳謝した。ありがとうございます。